はいさーい。さあ、ということで今日は、うん、海に来ているね。海だね、うん、沖縄らしくてよろしいんじゃないでしょうか。お家から2番目に近いビーチかな。そうだね。だいたいキックボードで何分ぐらいだ。ここだとまあ10分はかかんない。お、近い、うん、ということでね、はい、今日は何をしに来てると思ってるんだい君。え、なんか嫁フォト撮るって。甘いね。甘すぎるよ君。まるで君は完熟のマンゴーかい。笑っちゃうなら無理しないでよ。嫁にアルファ73を預けて写真撮らせてみたい。私が撮るの。はい。1年ぐらい前はたまにちゃんまりも自分のカメラ使って企画参加とかしてたんですよ、うん、でも最近ね、ちゃんまり社活をサボってるんじゃないかという疑惑が俺の中で出てきてですね。あんなにね、やりたいからって XE2 買ったのにさ、いいレンズも買ったのにさ、1本全然やらないんだよね、この人。そうですね。でしょう。だから今日はちゃんまりにちょっと写真を撮る楽しみを思い出してほしいなと、はい、で、ちゃんまりが撮った写真をね、俺が添削するわけよ。え、添削されちゃうの。添削までしちゃう。素人の鬼畜企画。いやーだなー。ソニーの α7-3 に標準画角の 55mmF1.8 のカールツアイスレンズつけてます。55か。うん、55。これを授けるので制限時間20分でね、写真を思う存分撮ってきてくださいということで、じゃあレッツゴー。サンスタ。じゃあということで、ちゃんまりさん行ってらっしゃい。はい、行ってきます。さあということでね、ちゃんまりが歩いていったので、ちょっと後ろ追っかけていきたいと思います。迷子になったらね、大変だからね。おやおや、ちゃんまりさんビーチに向かって行ったようですね。追っかけてみましょう。さあ、ちゃんまりさん何やら看板撮ってるみたいですね。何の看板なんだろう、あれ。ちょっと何撮ってたか気になるな。よいしょ。ハブクラゲに注意の看板だこれは。ハブクラゲは沖縄にしかいないから、ほとんどあんまり内地の人にはあれかもね、イメージないかもね、どんなやつか。続いてちゃんまりさん、逆光の中何かを撮ってるようで、おお、立ち上がった。ん、もう終わっちゃったけど、どっか行っちゃうな。追っかけてみましょう。お、なんか次は防波堤に近づいて夕日を撮ってるのかな、あれ。夕日を撮ってるのかな。たまたま今さ、太陽が出たから。どうやらちゃんまりさん夕日撮ってるようですね。追っかけてみましょう。汽水域だ。魚いるかな。夕まずめの汽水域は魚がたまるんだよな。魚、あ、ちゃんまりどこ行った。あれ、やべえ、ちゃんまり見失った。どこ行ったんだろう。冗談抜きで見失ったやつですこれ。どこ行っちゃったんだろう、ちゃんまり。人が多すぎてわからんのよ、ここら辺。いたいたいた。お、ちゃんまり海側のエリアは抜けてどっかに行くみたい。どこに行くんだろう。やべえ、また普通に見失った。どこ行ったんだろう。ちょっと探していきたいと思います。いたいた、あんなところにいた。いやもうね、人多すぎてしょっちゅう見失う。やべやべやべ。
ったりゆったりみんなで。サンセットと俺たち見ながらみんなでチルして木箱でコーヒー買って。さあ、それではちゃんまりが撮った写真を早速添削していきましょう。まずこちらの1枚はコカ・コーラの沖縄缶かな。これなんか最近コカ・コーラご当地缶が出てるみたいですよね。それをこんなにたくさん買って並べたんでしょうね、このお店の方は。うん、沖縄感じれていいんじゃないかと思います。こちらはゴミ箱の案内の看板ですかね。多分色の配色とかがすごい可愛くて、このゴミの案内板自体もすごい可愛いので、あの目をつけたのかなっていう女性らしい目線だなと思います。まあ少し改善点を言うとすれば、この右側の見切れてる人、これを完全に排除するか、もう少し中に入れて構図の一つとするか、どちらかだと良かったですね。これ俺何してんの、なんか美女のパンツ覗こうとしてね、こいつ。まあどのシーンで撮られたかちょっと全然覚えてないんですけど、僕の綺麗なフェードカットの分け目が映っててね、いいんじゃないでしょうか。こちらはハブクラゲの看板を、メインにして撮ったものだと思うんですけれども、その場合背景をもう少し整理した方が綺麗になるんですね。例えばこれ、後ろの背景のホテルが看板にかかってるじゃないですか。せっかくの青空なんで、もう少し角度を変えてですね、青空の中に佇む看板にした方が、もっとこうより被写体が際立っていい写真になるんじゃないかなと思います。この写真は焦点が合照してる中心にある貝殻を撮った写真なのかな。この場合ね、もう少し寄れるところまで被写体に寄っていった方が、もっと見せたいものが分かりやすい写真になるかな。夕日に照らされた砂の美しさを撮るにはこの時間帯しかないので、そこに着目したのはグッドポイントですね。わお、エモい写真。この写真は多分手前のヤシの木にピント合わせてるんですよ。で、こういうシーンってね、奥の人間に合わすのか手前のヤシの木に合わすのか迷うところだと思うんですね。で、もしヤシの木に合わせると決めたのであれば、もう少しヤシの木に寄っていってですね、で背景の人間のシルエットってのをもっとぼかすと、どこが被写体でどこが背景なのかってのがはっきりすると思います。このぐらいのボケ量だと背景、いわゆる人間ですよね、その部分がほわっとボケてる感じなので、まあ、ピンボケっぽくなっちゃいますね。でもこの写真狙いは悪くないと思います。うわー、この写真は僕好きですね。夕日で照らされた建物と、今からこう暗くなっていくであろう青空ですよね。この2つがまだ混在している時間帯ってのがうまく表現できてる写真なのかなと思います。またカールツアイスの解像度とこの直線美っていうのがすごい相性いいので、そのあたりもグッドポイントだと思いますね。建物の直線美と雲の曲線美が合わさっててすごいいいです。これなんかはしっかりセンター構図決まってて、結構難易度高いと思いますよ。いい写真ですね。綺麗な夕日。この写真なんかは女の子の上にヘリコプター飛んでると思うんですよね。あれがちょっとゴミ見たくなっちゃうので、この辺りまで配慮できるとすごくいい写真になると思います。はい、ということで、はい、ちゃんまり、うん、意外といい写真撮ってたじゃないの。頑張った。なんかラッパー撮ってる時夢中になってなかった？あれ良かったね。なんか夕日バックのラッパーってね、チルいわ。しかもさ、俺結構後ろから後つけてたんだぜ。初めてのお使いみたいな感じで、気づいたらラッパーのとこで横にいた、うん、そうそうそう。はい、ということでね、たまにはこんな緩い企画もいいんじゃないでしょうかということで、はい、私の写真いかがでしょうか。はい、またコメント欄にコメントくれたらちゃんまりが喜びます。喜びます。ということで、じゃあまた次回もお楽しみに。せーの、 See you。気持ちいい。やっぱサンセットビーチいいわ。